B12 番、魔性電気ラブバルー4から6学園。よしべさん、トマさん、黒金さん、いらっしゃい。リクザさん、あれです。さあ、今日は洞窟に行きましょう。森さんが一番さん、いらっしゃい。和骨です。ヘノデリ RPG。はい、サンチさん、いらっしゃい。よし、洞窟に行きましょう。ヨジベイさん、あれです。ワコです。パイセンさんです。スライム。スライムは切りましょう。バッ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 。ボルト、ボルトは叩くですね。バッバッバッ。ワコツです。タカさんです。カツサトシキさん、ありがとうです。ラブファルーン。バル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 スライム、スライムキルですね。フォア落石注意さんにして自由自在に絵が出せる。アガトダイブさんですね。コボルト叩く。バダ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 ダバ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 カンテラーカンテラワコツです。10万石さんでした。ゲロルゲロルクロンフレグママイズベストレッテンレッテン。ありましたね。アガドダイモンさん、ありがとうございます。違いが分かる男のゲロルグゲロルグゲロルグは叩く。ポンここを触ってみと言って触るとヘガゼット。お父さんすごいね、コントロールが。ゲリアルズ、ゲリアルズ続いてしまう。ほらほらほら。アンジュゴー。あ、いけないね。ゲロロ、わあ、何力をためたて。チーン。今のクリティカルはちょっとひどい。200いくらで。ゲリアル。これはラックスメモの効果がよく出てますね。と思ったら、笑。思ったらいきなり。見てからちょっとね。うん、ゲロール。イエス。ゲロール。痛い、ちょっと力ため多すぎる。ゲリアルス。あ、何もないや。謎の女にも出たい提督アランカークさん、あれです。ゲロルグ。サラさんって誰だったっけ。だっていろ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 いるからな。コマンドでヘが出るゲームも珍しいですね。そうなんですよ。この子
効果音がね独特。変な効果音みたいな。マーメライ、マーメライ、マーメライ。絵が出るね。アランカーガもこのコミでは有名人なんですよね。まあコミがなくなっちゃったけど、ここではね。ここでは大人気でした、アランカーグね。タッカーコートがカズメンさん、ダジオマスターさん。サラさんは政治退職と週末バカンスに命をかける金髪の女性さん、ね、ああそうそうだ、あの館長ね。ゲリアルス、トリスギアの原種でありながら艦隊指揮官としても名高いティアラさんとか、じゃあんまり人気なかったのような気がするんだけど。アラン・カークさんとかね、タッカンコーさんは人気でしたね。控えめすぎたからかな、控えめすぎたからかな。マーベライ、アンチの実がどんどんなくなっていく、バクバク食ってるよアンチの実。マーメライ、高さんは秘仏が出るくらい人気でしたね。人気でしたね。そうだっていうか、レベル上げといた方がいいかな。レベル上限があるから。マーメライ。間違えた、切っちゃった、いかん。危なかった、危ねえ。ペッペッペッ、ゲリアルス、木の精様に頼まれて探し物をしてたら魔物がゾロゾロ出てきたんでここに隠れてんだ。洞窟のどっかに魔法の蛍石があるはずだけど、もし見つけたらお願いだから持ってきてくれよ。暗闇でだけ使えるカヌーの在りかを教えてあげるよ。はい、ありがとう、待っている。蛍石はなんか、あ、壁についてるのかなんか言ってたんだっけ、蛍石って街の人がなんか言ってた。強いね、ちょっと1レベル上げた方がいいかもしれないですね。ここでこの洞窟だと上がるから1レベル、どうせボスが待ってるだろうからね。なんか壁に光る石がついてる。ダイヤブロスだね。シャイような
正確な情報を聞きに行こう。壁にどうのこうの言ってたよな。トロービャン。ボールド。マウビースト。マウビーストなんだっけ。叩くだ。ダバダバダダバダダバダバダダバダバダダバダバダバダ。薬もちょっとだいぶ使ったから。いくら使ったっけ。76も使っちゃった。あんたソフィーを救い出しに洞窟へ行くんかい。気をつけな。武器や薬はちゃんと持っただろうね。ちゃんと買いに行っとこう。ホタル石がどうのこうの言ってた。カードコーの家に魔法使いの先生が住んでるんだ。ダバダ家臣、ダバダ家臣って象徴。ダバダ家臣ってなんだろう。大体何ていうの。ヘノートの印象が強すぎますが、この打撃音も結構独特ですな。ああそうですね。島谷さん、高知さんいらっしゃい。こんにちは。僕の彼女がホタル石を欲しがるんだ。なんでも魔法で隠されたものが見えるんだって。あれ場所がどうの、壁にどうのこうの言って言ってなかった。洞窟の中は暗くて何も見えないから明かりが必要よ。でもこの村に余分な明かりは一つもないのよ。誰かが言ってたんだよね。お前か。この前洞窟でヘンテコな動物の話をしたんだ。ホタル石が欲しいと言ってたけど逃げてきちゃった。ホタル石が壁についてるとかなんか言ってなかったっけ。昔うちの亭主が洞窟の中で明かりを消しちまったら壁に何かが光っていた。あ、暗くしたらわかるんだ。壁に何かが光っていたっていうのきっとホタル石よ。あ、暗いままでしばいんだね。じゃね、ソフィー様は人に魔力を授ける力を持っておられる。お助けすればきっとあなたにも魔力をくださる。よし、暗いままでちょっと探索して明かりを見つければいいんだ。おやあらさん、村長からお話を聞いておりますよ。無料でお止めいたしましょう。おはようございます。気をつけていってらっしゃい。ロディ村の宿屋です。10ゴールドです。お泊まりですか。いや、セーブです。あらさん、村長からお話は聞きますよ。セーブです。どこにセーブする。セーブは無事にするんだよ。では良い旅を。トロール。トロールはキルだったっけ。くらえ。マウビースト。ブッボン。マーメライ、あら不思議。もし椅子がこのヘコキオンだったら PC エンジンに移植されていたであろうなどと考えてしまいました。まず直されたんじゃないのかね。ヘコキオンだったら、ヘコキオンだったらそこまで評価上がってないと思う。いい移植だけどちょっとヘコキオンだなとか言われちゃう。キャンセル音とか
かに使われますよね。そうですよね。月曜には使わないですよね。間違えちゃったのかな。でギリギリで変更してチェック間違え、キャンセルを、あ、あそこにあった。そうそうそう、両爪に残るマラソン枠にてこの音だけが唯一の欠点を言わしめた音この音だけがね、本当にこれですね。ホタル石を手に入れた、やったぜ。ホタル石ゲッツ。ここでホタル石ですね。ホタル石ラックフェーム残したホタル石、ね、取り方は暗いままで進んだらわかるね、わかる。でここで手に入れたらもうね、カンテラを使えて明るくする。あ、ここにあったんですね。ケロールコンフラグママイーベス。あ、よくなった。93。ゲイアールス。気がつくほど画面見なかったらキャンセルしまくってるなという印象が。そうですよね。クリティカル来たらちょっと死んじゃうよこれ。ゲリアルス3体は。わかる。ゲロル。はい、ワーチさんがちゃい。マーメライありがとう。お礼に教えてあげる。この手がいい。カヌーの場所は東の奥、地底川の岸辺なんだ。東の奥、地底川の岸辺。分かった。そこで調べればいいのかな。ゲリアールス。これでいいですね。105、あと45。マーメライ。ヘガ出る音にゲリがあるとか本当にいいんですね。ゲリアルス。クリティカルヒット。腹をついてやる。うわー、ゲリアル 3兄弟。これが一番ダメージ受ける。
ケロール。クリティカルフェイ。マーメライト。ここかな。ゲリアルス。何もないですよ。どうだここか。何もないけどね。東の川の岸辺って言ってたよね。ここにね、川の岸辺って何もないの。これでいいんだよ。何か不満でも。いやいや、みんなおならがなんだってそんな人プログラメインプログラマーさんか社長かがこれをしたんだよ。この交換音がね、不満ないよな。みんなないよな。ないです、ないです。リリックがまた振ってるみたいな音だ。ないですね。ナタを振ってる音だね。ここだ、こんなところに言った通りだ。岸辺の崖の陰にカヌーがあった。社長、決定音なんてみんな気になんかしないよ。気にするな。気にすんなよ。気になりますよ。ガイドカヌー、カヌーやったぜ。あ、すごい、ジャブジャブカヌーでゲリアルス。一旦セーブしとこう。になる。なると思うから。エリアを変えたら、セーブされるから。ほら。気になってしょうがないっすよ、社長。ね、やりとりがあったんでしょうね、やっぱり。でも社長がおっしゃったんですよね。パソコン版のちょっと交換も聞いてみたいです。パソコン版もこうなったら、こうなったらね、パソコン版のファンの人はこの交換を待ってるんだみたいな。わらわら、このプロデューサーさん、押されてるぐらいしか見えない。わらわら、日の光を浴びてカヌーが砕け散ってしまった。え、砕け散ったとか出たよ。もう一回あるのこれ。あら、もう一回同じとこに行ったらあるのかね。同じとこないと困るんだけど。カンテーラー、どんだけ貧弱なカヌーなんだ。貧弱なカヌーだったぜ。ほら、やった。アランはレベルが上がった。1ポイントマックスが40増えた。アタックが3増えた。DF が2増えた。やったぜ。パチパチパチ。ありがとうございます。まだレベル上がるかな、どうかな。泥船かな。泥船みたいな。あ、もう経験値入んない。ここはもうレベルマックスだ。レベル4で。OK。安心して、じゃあ先進めよう。よし、カヌー発見。よかった、何度でもカヌーが呼んだよ。よし、よし、ゲリアルス。ほら、ほら、ほら。ワットリ、お疲れ様。ノーコンキッドさんですよ。
ケロリン、コーンフレーク。ゲリアルカヌー、ゲロールグ、俺ワイデルだ。ゲラルク。にあるのかまだ。ほら。次なんか川あったっけ。マーベライ。ここに川がある。よし。あ、あっちにもか、こうあるね。あそこだな。ワン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 。ゲラオルグ。よし、ここでカヌー。オッケー。お、こっち行ける。うお、広い。宝箱ある。マーメライ、マーメライ、久しぶり。お金が50ゴールド入っていた。お金を手に入れた。ゲリアルス。ゲリがありますか？あります。ゲロールコンフレーク。ゲロールグ。
タロも気になるな。タロも気になるな。中にパピアの水が入っていた。それを飲んで体力を回復した。アンジェルがいっぱいあるからいいね。あ、何回でも取れるのかな。何回でも回復できる。ちょっとして。マーメライ。お、何回でもいける。何回でもいけるんですね。ただ別にレベルが。ナイスクリティカル。ケロール。避けた。お前がすごいね。1ゴールドとかだから。マーメライ。マーメライ。スーナさんにして、あ、こっちにも行けるね。マーベライ。広いね、結構。ゲリアルス。あー、ここ行き止まり。結局あれ、あっちが正解か。ゲリアルス。あ、もう55しかないね。あれだけあったのに。ゲリアルス。ゲリアルス。おー、行き止まり。今の量すべて98番見たけど、へは超えてないですね。プロデューサーもこだわりすぎー。わら、へ超えてなかった。じゃあ PC エンジン版だけです、へを告断は。プロデューサーのこだわりがこの辺に込められていた。いいな、決定音はへだ。いいな。なんてこったい、わら。CD ロムだからこそへが出せる。いいな。この辺別に PCM じゃないんですよ。内蔵音源ですけどね。
ました。これがいいんだ。斬新な決定音だ。カヌーカヌーマーメライマーメライOK マーメライマーメライアンジェの実がもう50切ってる大丈夫かゲロールゲリアルスイエーイゲリアルスケロールグマーメライ社長、PC と違って家庭用ゲーム機なら子供向けにすればいいだろ子供なんてへの音ならせば大喜びするからこれでいいんだよそういうことだったか子供はへの音で大喜びするからねヘダ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 ゲリアルスこどもが CD ロン持ってると思いませんけど持ってこないやこれがきっかけになって買うんだよこれがきっかけになって買うぜ若干子ども向け期待じゃない気もする PC エンジンのお値段がよしまあ実際我々は喜んでるから子供が CD ロム値段で買ってもらえる値段になかったからね子供に普及させるんだよヘノートでヘノートで子供に普及させるまあ我々喜んでるからね喜んでる喜んでるかなマーメライマーメライ久しぶり絵の出る男は美しい絵の出る顔見て笑えもしかしてもしかして絵の出る男は嫌いなのよしけっやばいアンチの実が切れそうだ電気カウントが厳しいで喜んでますねみんなね確かにこれ変な音じゃなくて普通に効果音普通の効果音だったらねこんなにコメント
なかったですからね。おならとかうんことか大好きですから、ね、ですからこの効果音だけでね、 RPG 枠ってヒルドラになるか開発秘話になるかのどっちかですねこの辺の効果音だけで、ね、コメントが盛り上がりますから、だいたい揉めるか開発で揉めるかですよね。身内で揉めるか開発で揉めるか揉める。どっちにしても揉めちゃうね。避けるな。避けて110。うわ、なになに、死んだ。チーンひでえ2連続で避けられてチーンって、どっからになるのこれ。あー、こっからか、入り口からかよ。レベルが、だからドラムが、あ、レベルは上がって、上がったところも上がってる、でもこういうのは望んでないよ、わらわら上がってる、上がってる。あ、アンジェルミどうなったの。うわ、アンジェルミ減ってる、36だ。お金は、お金254だ。あれ、お金あんまり頼むんだっけお金半分ぐらい。まあいいや、ちょっとアンジェルに買いに行こう。補充しとかないとやれないで。まあ2ゴールドとかだからそんな溜まってないか。ワオビース避けたらやめてちょうだい。ワオベース、ワオベース、外の方がお金すごいもらえるね。12ゴールドとかあるじゃん。アンジェルミ補充。知り合いの人は男なん、男性なのか女性なのかちょっと分かんないね、これどっちなんだろうどれを買うんだいって言ってるから男性かな、なんか女性のようにも見えるしな。3 4 5 6、その間で良いのでは、中間アンジェルの96だ、96ありますパンパン。あ、ここじいさんの間の家だ。頑張りましょう。ブロディブラの宿屋です。10ゴールドです。お泊まりになりますか。おい、アランさん、村長からお話は聞いておりますよ。無料でお泊めし、お泊めいたしましょう。おはようございます。気をつけていってらっしゃい。セーブします。セーブは無事にすんだよ。では、よいよいよ、よし。いよいよ道具攻略に旅立ちましょう。アンジェの身はしっかり補充しましたんで。レッツゴー。わーい。よし、スライムも3匹1匹よいしょ。ワオビーストどうしらそう、ダバダバダダバダダバダバダダバダバダダバダバダバダダバ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 ダダバダダ。よし、使うアイテム、カンテーラ
イエス。ケロール軍。ゲイ。早くも。ゲリアルス。ケロールグ、ケロールグはちょっとね、美味しくないんだよね。ケロールただ2ゴールドだよ、まったく。え、ここにカヌーがあります。また出てきます。言った通りだ。岸辺の崖の陰にカヌーがあった。ケロールグ、マーメライ、マーメライ、マーメライ、久しぶり。絵の出る男は美しい。よし、マーメライ、カヌー。どういうかし、わら。今パッと浮かびましたね、新曲が。カヌー、力入れてもやる。マーメライ、マーメライ、マーメライ、久しぶり。絵の出る男は美しい。絵の出る顔を見て震え。 OK。 ゲリアルス、ゲリ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 、ゲリアルス、ゲリゲリゲリ。カヌー、ケロールグ。オーケー。ケロールグ。ラクーン先生特有の感性ですよね。絵が出る男は美しい。絵が出る男は美しいよね。そう、ラクーン先生特有の感性がね。まあ、みんな絵は出るんですけどね。わざと出す男っていうことですかね。ということはね、わざと絵を出す男は美しいってことですかね。マーメライ、はい、ゲリアルスが、あら、どうだったっけ。あ、違うね、違うもん。ゲリアルス、やっぱ冷えるだからね、このゲリアルス。やっぱ裸だしね、上半身腹出してるから。ゲリアルス、マーメライ、マーメライ、マーメライ、久しぶり。ケイ、アンジュの実、マーメライ。下手のゲリだの必ず下品になってしまう。なんかね、そうだよね、上品にならないね、なかなかね。
なぜか知らないケロルグ。上品な枠は、まあ、あったにはあったんですけどね、結構ね、前は上品でしたね。この辺からちょっと下品になってますね。ジェリー・アルス、結構これ BGM とかね、なんですか、高級な感じがしてね、上品になる要素はあるんですけどね。ゲリアルス、やっぱこの効果音のせいですかね。 BGM はいいんだけど効果音がちょっと、 BGM は文句ないけど効果音か、効果音のせいでしょうね多分ね。絵とかゲリとか出てきたのは、あらこっちか。ケロルグ、ケロルグコンプレッママンインベース、そうですね。まあテンポがいいというかローディングがないんでね、サクサクですね。ついでに敵倒してってるみたいなね。おっ、なんかボスが出てきた。なんで効果音にしたんですかね。それが本当にね謎ですね。当時の開発者の人にちょっと聞いてみたいですよね、これはなんで屁なのかね、開発中あの屁じゃないかっていう人はいなかったのかとかね、なんかねちょっと誰がやったのかとかね、当時はこれが良かったと思ってた。来てはダメ、魔物がいるの、早く逃げて。ソフィーを助けに来たな小僧、だがそうはいかんぞ。娘は力を使いぬよう封じ込めた。お前は死ぬのだ。メチージが現れた。さあボス戦2戦目、2人目のボス、ナンバーボスナンバー2、なんだっけ、メチージュ来ましたね。死ぬだ。右手は弓ですかね、あれ弓、あ、後ろに矢を構えて、ほら後ろに矢があるから弓じゃないですか。左利きでほらね、矢を背負ってるから珍しいですね、このね、弓矢を使う。切るでいいかな、じゃね、弓矢を、その弓矢を食らえ。37いいんじゃない。あれ違う、どんどん落ちてくる、どんどん落ちてくるスピア、ほら14、ほら39、同じ武装だったら落ちてるんだな。その風貌で弓なんです。43、なんかいろいろ変わるみたいですよ。同じのでやらない方がいいか、連続でやったらなんか落ちる。うわー、もう死んでしまう。うわー、チーン。ちょっと連続でキルやったのがまずかったね。うわー、カンテーラ、あ、お金減ったまんまだね。お金減ったまんまだ。同じ攻撃を続けるとダメなのか。ダメなんでね、キル叩く、キル叩くで交互にやっても、つくはあんまり効いてなかったっぽいから。よし、じゃあテイク2、どっから行くんだっけ。あ、まずカヌーあるか。カヌーない、カヌー取ってから。ボス前でセーブできたらいいんだけどね、ミニだったらいいんだけど。よし、カヌーキャンケン、ゲリアルス、アイテムなくなってない？ 79、 ああ、なくなってますね。戻されてますね、そのままでね、エリアの最初にね。まあ79あれば大丈夫でしょう。大丈夫。90いくつあったから20ちょい使うってことですね。マーメライ、
カヌーだ。カヌー。最近ほんと何でもかんでもフラグに聞こえる病にかかりまして。ゲリアルス。ゲイアルス。ゲイアルス。ケロール。ゲルゲル、まだ大丈夫。もう今度マップが頭に入ってるからね。迷わないから、薬もそんなに使わないはず。この鬼演歌でも、うう、カヌン。どっちだったっけ、これ。こっちだっけ。オッケー。ゲリアルス。まだまだ大丈夫。まだまだ大丈夫。プロだからね。うん。アランさんプロだからね。まだまだ大丈夫。アランさんプロだからね。アランさんでもね、説明書にね、ちょっとおかしいことが書いてありましたね。ストーリーがね、最初に。アランさんは、あれですよ。プロフィールだと、剣の修行をするために、故郷を飛び出した主人公、つまり君だ。まだ修行期間が短く未熟だがって書いてある。剣の修行をするために飛び出したんですよ。ですけども、このその前のプロローグのストーリーに、アランは身震いする。眼前に立ちはだかるそれを見て、暗雲に覆われそびえる山脈を見て、彼は剣すら持ってはいなかったで。剣持ってないんですよ。剣士を目指して剣ぐらい買ってから持って飛び出しなさいよっていうねえことなんですよね。剣も持ってないでね、剣士を目指しちゃう。どういうことか分かんないですけど、剣持ってないっていうね、本当に。あれ、なんだこれ。どうりで最初剣持ってないの。装備持って飛び出しなさいよってね。剣士になりたい。夢はある。アランさん夢はあるからね。一本の剣があれば平気。よし。心に一本のね、ずぶとい剣がある。心に冒険を。ゆうべのバッチの肩に取り上げられちゃいました。バッチの肩に大事な剣を。ゲリアルス。よし、ここまで戻ってきたぜ。マーメライ。ケロローグ。それなんて神谷明声のスケベ戦士。よし、来ました。タケルくんなら女に騙されてね、裸の女がいるぞ。裸の女がいるぞ。よし、今度は叩く候補ね。切る来てはダメ。魔物がいるの。早く逃げて。ソフィーを助けに来たな小僧。だがそうはいかんぞ。娘は力を使えぬよう封じ込めた。お前は死ぬのだ。メチェンジが現れた。どうする。くらえ。
まずキル36クラブでトーン叩くと43、はい、さらにまたキルでよいしょ42、はい、クラブで叩くとボーン43、ショートソードで44、ボーン45、43、オーケー、敵を倒した。決勝を3グラム手に入れた。経験値を20手に入れた。やったぞ。ありがとうございます。ソフィーを助けた。ありがとう。助けてくれたのね。私はソフィー。ソフィーちゃん。今にも魔物たちに殺されそうで怖かったわ。でもこれでまたおじいさんの村に帰れる。なんか説明書の絵と全然違う。お礼に魔力をつけてあげるわね。どうもありがとう。うん。トフィーさん説明書だと大人、結構大人っぽいんだけど、こっちだと子供っぽいね。お礼に我が家に伝わる鎧リングメールを差し上げよう。どうも。これを着てモンスターどもと戦いなさい。最初に欲しかった。実はこの先の岩場にノームの村がある。そこでも我々と同じような悩みを抱えておる。彼らのところへ行ってやってくださいか。バーストさんでしょ。お願いじゃ。鎧、あの娘を助けるために鎧くださればいいのに、全く助けた後で成功報酬で信じてませんでしたね。俺を信じてませんでしたね。いや信じておったけども。あ、もうワープした。村長とソフィーに頼まれ、リングメールになってる。ああ、おかわいそうな村長様、お気を確かに。ミレーヌ、ミレーヌ、ミレーヌー。村長様はさらわれたミレーヌ様のことが心配のあまり正気を失われてしまわれた。戦士殿のお願いじゃ。北の大地に入る目覚め草を取ってきてくだされ。北の大地に、大地に生えるなんて目覚め草ね。はい、あれさえあれば村長様の気の病も治るはず。あ、ミレーヌ助けるんじゃなくて、村長助けるの。ミレーヌを、さらわれたミレーヌを倒すんじゃなくて、目覚め草を取ってきて村長を直すんですね。まずね、まず村長から。はい、村長ですね。ボス倒してた。ありがとうございます。村長を倒すと魔物がやってきて預かっていた娘をさらっていった。それが元でこの村の村長はご病気になられた。村長を倒す。村長を助ける。村長を助けるのね。さらわれた娘はちょっと後回しで先に村長ということですね。いらっしゃい、ここは薬屋だよ。買うかい。それでも何がおるかい。どれを買うの。同じものしか売ってないね。村長を倒しちゃダメ。村長を倒しちゃいけません。ミレーヌ様をさらっていた魔物のことじゃが、どうやら村長はあやつらに見覚えがあったらしい。正気にさえ戻れば手がかりを得られるんじゃがの。あ、それでね。そうですね、ステージクリア型ですね。でも確かね、前のステージに戻ったりしないといけないから、確かルーラの魔法じゃないけど、ああいう魔法とか、あと地味につながって今ね飛びましたけども、後からも戻ることも確か戻らないといけないかったはずですね。あ、やられたらお金半分ですね、これね。やられてお金半分って書いてあるわ。
ジャンプ。わお。あれどこに今書いてあった？お金が半分、お金が半分。あったあった。やるやですね。ルッカ村の宿屋よ。一泊10ゴールドなの。泊まる？セーブだけで。どこにセーブする？セーブは無事にするなよ。では良い旅を。あ、一ポイント可愛くしてない。泊まらないといけないわ。あ、お金取られるんだ今度。おはようございます。気をつけて行ってらっしゃい。あ、村長今キス昇級失ってるからね。最初に倒された時は 500G 持ってたことになりますね。そうですね、もったいなかったね。ミレーヌは人に魔力を授ける力を持っておった。それが魔物に狙われた理由かもしれんの。あ、そうだ、魔法も使えるんだね、ヘルズが。ここは僕やだよ。買うかい、それとも何か売るかい。どれを買うんだい。ロングソード、トライデント。ロングソードは260ゴールドだよ。トライデントは210ゴールドだよ。フレイルは140ゴールドだよ。ランドシールドは200ゴールドだよ。チェインメールは400だよ。400高いね。268、1000、1200ぐらい使うのか。梅原さんでしょ。よし、どっから行くのかな。私は薬草取りにはちょっとうるさいよ。目覚めそうかい。岩場の北の方に行ってごらん。岩場の北だね。あ、ここはあれか。村長の家。私は魔法使いだ。魔法を習いに来たのか。ならば宝箱の鍵をやろう。瓶を集めてこい。さっきもらった鎧よりは強いんじゃないですかね、やっぱり。どんどん強くなっていく系だから。リングメールより。まあ、ひょっとしたらさっき、この間みたいに宝箱に入ってたりするかもしれないから、ちょっと買うな。先に武器を買おう。フレイルなら買えるが自利品。リザルド。リザルド。まあ、切るからやってみますか。切る !10! 103って、ちょっと。スフィア。25。つくの方がいいね。ヘルズ完全に回復する。わ、1回のみだ。1回だけだぜ。大したものくれませんでしたね。なんか誰かいる。これ200ですね。次ね、トロルキング。お前なんか叩きそうだね。いや、叩くのダメだ。切るか。トロルキング切る。あ、9だね。うわ、お、つくだ。トロルキングつくだね。トロルキング、ダバ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 ダダ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 ダバ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 ダダダ、モーキングが出てきましたね。ダバダバダ。お主、目覚めさんを探しとるのか。北の岩場に咲いているという話だが、そこまでたどり着くのは大変じゃろうて。リザルドが現れた。リザルドなんだっけ。ダバ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 ダダバダダダ、つくでいいね。リザルドもつくだ。リザルド、ダバ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 ダダバダダバ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 ダダダダバ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 ダダバダダバ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 ダダバダダバ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 ダダバダダダダダバダダ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 
ダバダダバダダバ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 ダオークはつくでしたね。オーク。つーくと。つくが多いからちょっと、やりから買おう。チーン！ちえ。お金半分になった。うわ、99。あ、お金半分さっきセーブしたから。セーブどこでしたんだっけ？ジェットストリームアタック食らいましたね。ジェットストリームアタック食らいましたね。最初また武器か、全員。買い替えるまでが大変だわ。だんだん。ドローキングが得だ。だまだまだだまだま。アンジェルもちょっと有料だからな。ドローキング。だまだまだだまだまだだだ。ダバ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 ダダダバダダバダダバ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 ダダバダダバ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 ダダダバダダダバダダバダダダダバ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 ダダダチーン。ちょっとちょっと待って、前のエリア確かどっからか戻れたよね。どっから戻れない。北の大地はちょっと日曜日の優雅な午後にぴったり。どっからか戻れるところがあるわ。プラプラ。どっからか戻れないっけ。北の大地から戻れるんだっけ。ダッバダーン。なんかどっからか戻れたような気がするんだけど、こっからじゃないけどな。ダーン。あっちから、やっぱあっちから繋がってんのか。じゃあどっちみちあの強いところ通りながら戻るしかないのか。わこつ野川さんにせい。リザールド。力貯めたて。ちょっとクリティカル来た。うわー、しかも避けない。あぶ、まだ経験値4しかもらえないんですか。わら、うわ、経験値4ですね。なまだまだまだ、まあ次が200だったかな。200だっけ。200ですね。だまだまだだまだまだまだ。トリアンツ切る。そうですね、パソコンの移植ですからね。あ、ここだ。激戦が続きますね。ちょっと前のエリアに戻ろうね。ここで前のエリアに戻れますから、前のエリア戻ったら今度はね、体力回復も余裕だし、お金、こっちでお金稼いだ方が早いんじゃない？ダバラン、お金稼いで装備をまず買い替えましょう。こっちの方がお金が終わる。間違えた。あ、キルでも、あ、もうキルでも余裕で倒せるじゃん。ワオビースト。もうキルで余裕で倒せるもんね。よし、置き換えないでいいや。みんなキルできる。ダマダマダ
ダバダバダダバダバダダダダダダダバ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 ダダダバダダバダダ。そうですね、格闘したてお金を稼いで装備を買い替えたら、あっちお金持ってないですよ、洞窟のやつは。こっちの方がお金持ってる、12あるから。あっち 2ゴールドとか1ゴールドだから、こっちの方が12円もありますからね、マオビーストだと。こっちの方が弱くて、何ですか、弱くて、美味しいから。回復もしたらね、宿屋無料だし。ダバダバダダダダバ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 ダダ。地上の方がなんかお金持ってるから、あの洞窟の中なんかね、強い割にお金がないし、あと武器の持ち返しないといけないけど、ここは武器の持ち返しなくて切るだけでいいから。ダバダダバダダバ、まあでも3匹の時は武器持ち替えて叩いた方がダメージ食らわなくていいかもしれない。ダバダダバダダバ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 、マウンピースを3匹だったら叩いたら全滅できるからね。ダバ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 ダダバ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 ダダダバダダバダダダダバダバダダダバダバダバダダバダダバ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 ダダ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 ダバ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 ダダダ。マオビーストがいい、マオビーストが12もあるから、マオビーストがいい。ダバダバダ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 バダ、あ、避けた。ダバダダバダダ、マオビーストがいいね。12もある。どうですね、なんか一塊みたいですね、この敵ね。レベルが上がるとなんか1匹増えて2匹増えたりするけど、全体ですね、全体攻撃ですね、全体にダメージ与えて、それで何匹倒せるか決まるみたい。全体で1匹みたいなね感じ。ダバ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 ダダダバダダバダダバ、あ、間違えた。いや、ダバダバダバダ、あ、でもトロは切りにしとかないと。ダバ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 ダダダダバダダダバダダバダダダダバ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 ダ。200ゴールドぐらい貯めた。ダバダバダダダダバ、お、早い、もう300貯まってる、早っ。ダバダダバダダバ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 、早いね、1000貯まるのはあっという間かもしれないよ。ダバ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 ダダダダダダバダダダ、お金半分になってなかったらもう1000貯まってるのにな。お金今日何回死んだっけ、今日2、3、5回ぐらい死んでる。お金を5回倍にどん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 していったら、ダバーン。結構迷ってお金貯めた時に全滅してるからな。
毎回これボス戦がね、初見殺しの割にあのボス戦ギリギリで勝てるようなバランスになってるからね最初でまず運よく弱点とか当たらないと勝てないよね最初で。確かラスボスとかね、もうギリギリギリなんですよね、もうレベル最大ので、もう遊びなしでね、相手かわされたりしたら終わりとかじゃなかったんですか。なんかこっちがもうヒットポイントギリギリ、もう MP も尽きてギリギリの状態で勝てるみたいな。常にボス戦はね、もう手に汗握る戦いを繰り広げられね、手に汗握る戦いが繰り広げられますから。アラン君の大冒険、なかなかバランスがシビア、うん、バランスシビアですね、非常に。ダマ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 、主人公はね、そうなんですよ、見た目アドル君ですよね、一応茶色い毛みたいですね、赤毛じゃなくて茶毛ですね。ダマダダマダダマ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 ダダダマダダマダダマダ、アスカ出てきませんけどね、パートナーいないですね、そういうのね。アラン君一人、一人での大冒険、パーパヤパヤパパヤ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 ヤパヤ、一人大冒険、バヤ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 。あ、避けた、ちくしょう。あ、ちょっと回復しとこう。ダーバー全般。社長、アクションじゃないからパクリにはならん、うん、大丈夫だ。見た目は似てるけど、こっちはRPG だ。あ、作った人はソフィーちゃんはいつでも会えるのかな、これ。村長の家で。あれ、ソフィーちゃんどこ行ったの？ありがとう、おかげで村も平和になった。ソフィーちゃんどこ行ったの？ソフィーは訳あって今はこの村にはおりません。あなたによろしく伝えてほしいと言っていました。あ、そうなの？残念。お礼もらいに来たのにさ。よろしくと言っておりました。あんたあのメチージを倒したんだってね。大したもんだ。私が見込んだだけのことはあるね。あ、なんかメッセージ変わってますね。森には歩く気がいるって本当かな。本当です。わおわおわお、ダバダバダダバダバダダバダダバダバダ
ダバダバダダバダバダバダダバダダバ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 ダダダバダダバダダバ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 避けるな避けるなマウスビーストマウスビーストこの野郎避けるなよダバ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 ダダバマウスビーストよけられなかったよ100もよけてるよダバダバダダ本来上品ですこれ上品に私この枠しますから効果音のちょっと効果音の下品になりつつありますけどここはちょっと私が上品にこの歌で持ってきます食べ物の名前でダーバダダバダダバ食べ物で上品でね上品ねフォアグラキャビアトリュフにオープンダバ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 ティラミスカボチャイチゴケーキにショートケーキが美味しいな男だらけの晩餐会バタ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 バ私はロイヤルティーロイヤルティーがミルクティーミルクのティーがこぼれてしまうダバ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 ダダ上品な男がここにいる米沢牛食べたいないくら丼も食べたいなウニがいっぱい乗ってる丼僕は食べたい男だらけ男はいないぞ食べるだけだぞ上品に食べているあ上品にちょっとねなりますねこれはねはいウニが食べたいウニがウニだとあれなんじゃないかドルワーガンとドルワーガンのパクリって言われちゃうからウニは食べたくないね食べないようにしようすごい歌でインド教は迎えそう。今年の紅白候補かな。今年これじゃあちゃんと歌詞が固まらないとね、やっぱりね。歌詞がランダムじゃね、ちょっとね。おっとあと2分、もう終わりですねじゃあね。帰ろう。お金いくら貯まった結局。もう600貯まってるじゃん。いくら丼が食べたかったな。いくら丼が食べたかったな。あと薬代もあるか薬満杯にしとかないといけないね薬いくら薬が薬40買わないといけない、ね、1500ぐらいでもいいどうもこれ無料だから生しらす丼がいいはいご視聴ありがとうございました T シャンジは魔性電機ラバルーは毎週土日やってますまた土曜日いやでもそうでもないかな来週は来週は稼いだ後に村長を助けるためにね目覚め草を手に入れるとはいおでした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 おです夜の外フレームでまたお会いいたしましょうおでしたラオツラオツ